おはようございます。画家の小木曽です。今日はこちら大きい作品ですね、こちらの作品をお見せしようと思います。ぜひぜひ最後までご覧いただいて、楽しんでいただければと思います。ズドンという絵でございます。それでは本編どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。佐賀平野を描くということで何ぞやっていう感じですけども、ひたすらね、こう横のダッチが多い絵です。はい。すいません。午前中、髪切りに来まして。はい。今ちょっと昼寝をしてまして。ごめんなさいね。目真っ赤でございます。メガネも見当たらんで、その辺にあった目、久しぶりですね、このメガネね。ちょっとこう、時間軸を、あれなんですけども、まあ、こう、佐賀の平野を50号に描きました。そして公開されてるのは冬ぐらいなんじゃないかなと思います。夏の佐賀平野。もうこれちょっとね、描きながら皆さんにどんな絵になっていくかっていうのを想像しながら見てほしいなと思います。まあ結果は全くわからないんですが、何かに搬入しようとしていると。もう良くてもダメでも、公開をする予定なんですが。まあ、で、これで全貌が見えましたよね。50号という作品サイズです。ちょっとこれ経緯を話すと、まあね、良かったか悪かったか、まあ、わからないですけど、まあ、来年、再来年の大阪での、東京での個展に出品するか、どこか別のところになるかは未定なんですけど、鬼公評会というのを僕はサブチャンネルでやっております。ちょっとこう、わからない人のために言うと、まあ、その鬼公評会っていうのは皆さんに作品を募集して、でそれを私がああだこうだという企画があるんですね。でもうちょっとこうしたらあしたら、サブチャンネルの方ぜひよかったらチャンネル登録してください。でそちらの方で、まあ、メンバー限定版というのがあるんですね。で大体2週間に1本程度なんですけど、まあ、10枚から多い時は20枚ぐらい来たこともありますけども、まあその人たちっていうのは、まあ、メンバー限定、例えばこれマスキングテープを全面に貼りました。マスキングシートかな。はい、何を書いてるでしょうね。まあ、ヒント、水です。で、その中で、メンバー限定の中で、なんか船の公募展があるというのを見まして。で、それが6月か7月頭やったぐらいだと思うんですけど、で、それの募集要項を見てみたら、ね、あれと思って。いや、賞金はまあ、あれとしても、クルーズ船というので、おおと思ってですね。まあ、で、日本の風景やということで、まあ、最近日本の風景も書いていたので、まあ、ありかなと。ただ、自分の今ま住んでるとこみたいなことがテーマで、まあ、そこでいっちゃんこう、まあ、もし出すとなって、募集要項よく読み込むんです、そういう時ね。で、審査の先生とかも含めて、よう読み込んでいくんですけど、まあ、こういう風景は多いかなっていうのを除外していくんですよ、脳みそから。除外していく。まあ、一般的な野山があるとか、まあ、川。川でも、まあ、書き方によってはあれですけどね、なんか一般的な川っていうんじゃなくて、なんか水が透明度のあるような美しいようなあれやったらいいかなとか、いろんなことをこう自分、それでマスキングテープを剥がしてます。で、まあ、佐賀ということって、なんかあるかいなと思って、で、一番インパクトあるのはこの平野じゃないかなと思った次第なんですよ。まあ最後にも少し、この作品の解説をしているかなというふうに思うんですけども、でその平野を描いていこうと。で、実はここの場所というのは結構水害に遭ってるんですね。で、これ一層目というか、インプリマトゥーラをしてマスキングさせる。あ、これもう2回ぐらいマスキングしましたね。ギュッと短くします。ギュッと。で、まあ結構この、でも、米どころで、九州といえば焼酎のイメージでしょ。日本酒なんですよ、佐賀は。ね。日本酒っていうのはなかなかね、こう米とかが取れて豊かな県というね、あれなんですけども、でもこう、米とか麦とか、なんですけど、夏のこの緑緑し、そしてただこの季節になると、暴れ出すと、水が暴れ出すような、全国のなかなかこう報道とかにならなかったですけど、僕が来てね18年ぐらい経つんですけど、結構大きい水害みたいなのがあって、で2019年に
初めてなんか全国ニュース的になったぐらいな感じやったですね。で、やっぱこの辺りなんですよ。で、もうこの、で、あ、これ完全に乾いた後にこういうふうに。で、そういう、こう、でも、水というこの青いこう空が、で、もう雲一つないような穏やかなね、空というのと、それが水に反射して、それが水、水路を伝っていって、本当恵みをくれる。そして向こうに見えるのは、左の方の、あ、今、今のあたりのところ、あれ、雲仙普賢岳です。ね、もう今から30年ぐらい前、もうちょっと前やったかね、雲仙普賢岳というのが噴火したりとか、あそこにうっすらかかってるのは、あれは煙なんですよ。ね。という、こう、本当に穏やかに見えるような景色で、こう、人の営みを豊かにしてくれるということもあって、それをすごくこう、代弁してくれるのが、この水平線、地平線からの水平線ということを何か伝えれないかなと。見た人は、うわ、耐えられない風景やなと。ちょっとこれはこう、公募店としてインパクト弱いかなと思いながらも、まあでももうそこのところはもうね、もう佐賀といえばこれでしょうということでおじさんがこう攻めた作品となっておりまして、どういう結果になっているか知りませんが、12月か1月かにこの動画は公開されて、おじさんの髪の毛もメガネも全部違うというわけのわからん状態になっていることとは思いますけども、まあ、これ空気遠近法、要は曖昧な水平線という題名にいたしました。まあ、それは、なんていうか、水というものが恵みもくれるし、逆にそれによっての、2019年が一番なんか、19年と21年、がひどかったですね。もう19年の時は、もう僕の知ってる人2人ぐらい被災して、実際にこうお店やってたりとかですね、そういったのがあったんですけどね。もう覚えてます。8月の29日、2019年は。うちのお兄ちゃんが生まれる6日前やったんですよ。いやもう結構なんかこう、それでこう、知り合いやらなんやらが被災して、まだ、学校自体が少しこう落ち着いていたから、こう、お手伝いに行ったりとかしたんですけどもね。で、その6日後お兄ちゃん生まれて。で、お兄ちゃんが生まれた、うるさいお兄ちゃんの方ね。弟もうるさいですけど。まあ、生まれた後も、うちも実は被災してたとかっていうので手伝いに行ったりとか、まあ、ありましたけどもね。なんか、もう今から何年、5年、6年経つんかなというふうに思いますけども。そしてこういうふうに空気遠近法的に、まあ、この辺の色の選択ですね。こう、単なる白じゃなくて、それにこう、紫とか青とかを入れたりとかしながら、微妙な色にしていきながら、とにかく空気感、で、水平線のところというのをいかにこう、まあ、柔らかくと言うと変ですけども、曖昧に描いていく。でも、こう、手前の方はね、ほんとお米とか今年2024年というのは、米不足問題もあったですか？私自身があまり米を食べないからですね、あれなんですけど、米、まあ、日本酒とかもね、そういうので打撃を受けるんですかね。こう雲仙なんですよ、ここね。まあそういったものを絵にできないかなというふうに思って、こういうこう空気感みたいなものを、絵の具の薄い層を塗って、こすって、そして、向こうに見える雲仙とかっていうのをあれしてとかっていうですね、有明海なんです。泥の海なんですけど、こうやって見るとね、いろんな恵みをくれる有明海なんですけども、牡蠣とかね、カニとかもありますけども、という感じで向こうの水平、そして細かい描写とかをしていくわけですね。まあ細かい描写も向こうに見える、これは、白石町かな、これは白石町あたりとかなんですね。玉ねぎとかが美味しいとこですよ。レンコンとかもね、だから本当にこんなピッター。それでやっぱ海水地面の、まあ僕もうる覚えなんで申し訳ないですけど、江戸時代ぐらいからずっと干拓していってっていうところやから、まあ掘っていくとこう海水なんで、すごくこう玉ねぎとか甘い、美味しいことなんですよ。そういう恵みとかをくれるということ。完全に乾燥後。こんな感じになってきてます。おー、だいぶね、もうなんか、それでもまだやるんですよ。これです。油絵の面白いところっていうのは、まあ、一発でね、あら、プリマって言って、こう、ギャギャッとこう描いていくのもその良さですけども、こう、伝統的な方法としては、こういうふうに構造を作っていって、深みを出していくということが、昔から伝統的にある方法でございます。半透明の色とか、透明色塗ったりとか、向こうとかね、こう、ティッシュもね、これ安いティッシュじゃないとダメなんですよ。
花セレブ的なんじゃダメなんですよとかね、この辺も一層こうスカンブリングかグレーズかわからんようなのを薄くかけていく。4層5層とこういうところ絵の具をかけていきます。まあ細かい描写もしてこうやってっていう感じで、まあこうこのやっぱりこうなんか稲穂がなってちょっとこうまあ今録画して9月ぐらいにも今田んぼの収穫をしているんですけども、いや逆にこの緑がええやろうなと、芽吹いたばっかりぐらいの新しい方がええかなと。そして向こうに見える、ところとかを画面を縦にしながらこう書いていってる。ちょ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 とね。だからまあ秋とかやったらまあありがちかなと。夏の一番こう台風とかが来て、2024年は特になかった。今んとこないです。9月今18日に録画しておりますけど。ねえ、まあ本当になんか、そういう、ちょっと水害的なのが若干少なかったですね。まあいろんな地域の方々でね、そういう被災されたりとかっていう方おられたら申し訳ございませんが、私が住む地域においては、だからここ何年かものすごくこう緊張感が、ここはね、何やったっけな、こう、干潟なんちゃらなんちゃらみたいな、こう、なんていうとこやったかな、っていうとこですね、後ろの。あそこも遊びに行ったことあるんですけどもね。はい。こう有明海沿岸道路とか、この辺あるあたりだったりとかするんですけど、おちま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 、ちまちまと。で、竹雄というところから、ちょこっと、大町町というところあたりに行く途中で、その、山の方に行って見つけた場所なんですけどね、その肘にだけちょっとめっちゃきつかったです。まあ夏の中一人登ってきました。もうちょっと何歩って、まあ、1000段ぐらい階段あるって書いてあって、うわ行くかどうかと思って、でまあ車に水分が最悪ですけど、もうアイスコーヒーを置いてたんですけどね、そういう時はお茶に限りますよね。アイスコーヒーを持って行ったんですけど、やっぱりそういう時はお茶です。アイスコーヒーじゃなく、お茶をぜひ皆さん、お茶か水を持って行かれてください。この辺、ちまちまと、町をこまごまと書いていっております。ということで、密度を上げて、完成へと持っていきました。さあ、この、今撮っている時は何も結果は出ていませんが、さあ、いかに、ということでございました。ご視聴ありがとうございました。まあ、見れるのは東京の個展会場か、なんかの船かな。わかりませんが。ありがとうございました。こんな感じ、ネチネチかなり細かくやっております。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで描き終わりました。1ヶ月ちょっとですかね、結構これにこう集中的に、この1ヶ月、取り組んでまいりまして、結果残念でございました。まあでもね、これをまた2年後の個展に出そうと思います。このとにかくこう平らな、この佐賀平野なんですけども、こちらの作品はですね、もうちょっと作品の解説をすると、ここ結構水害が起きてるんですね。で2019年に、大きいのが起きて、2021年にも起きて、この辺りでもこの入り組んだこう川と向こうからですね、
干潟で干拓されているという有明海ですね。でその子、まあでも普通の子、日常としてはこれ穏やかに、そしてこのピタッとした平らなという状況と、これ向こうに見えてるのが雲仙普賢岳なんですよ、ちらっと見えてるの。でそういうこう、なんていうか、僕らが住んでいるこう日本という国は、そういうこう、まあ、恵みもあれば、そういう大きい水害とかですね、火山とかで、そういったものと、こういうこうですね、夏のこう田植えをした、緑しい雰囲気と、こう日常の平穏と、そうやないこう、たまには恵みから、人間の困難をこう生み出すような自然みたいなものを描いたという作品でございました。以上です。残念。チャンネル登録よろしくね。てててててて全部。